はい。えー、それでは事前調査、北九州記念と、えー、札幌記念、行きます。はい。えー、帰ってきましたよ。えー、小倉競馬場から帰ってきました。めっちゃ疲れた。おー、やばいよ。これ、エルムステークス、ダメ人気通りやったんですけどね。ダメ石器や記念も、ダメいやー、これね、これは後で説明しましょう。 はい。復勝生活、ダメまあ、ここでね、全長やっぱ理解しはなかったね。ビクトアラピサか、二頭でも来ないと。うーん、で、えーとね、ディープの頻馬が来てたよね。今日に限って、ガラッと変わりました、土曜日と。びっくりした。土曜日までビクトアラピサでワーシュワーシュなんですけど、日曜日、なんと、新潟芝、確かディープの頻ん何頭来ましたか、これ。なんと、石焼きでもね、ディープの頻馬3頭で決まったんで。 お腹痛いです。ありがとうございました。もうすごい風の流れが続きましたよ。はい。んで、肝心の博多ステークスですね。3年目、今度こそ、中途行って、ちゃんと券売機払い物をしなく買、帰って、はい。鈴鹿ディープと佐野健次郎から、ビューンとね、2000ずつ書買いますって言ってたんですけど、はい。なんと見事に鈴鹿ディープ1着やったんですね。はい。佐の健次郎3着。そして、えー、言ってたメイズオブボナーと、 えっと、谷川橋が飛んでくれたんで、はい、えー、ワイドにつきましたと。はい。ね、三、えー、3連三38倍、30何倍かついてましたね。はい、2000円ずつ散らしていったら、まあまあ1万円投資で、まあ回収が7万6千円ぐらいあります。もうちょいくかな。はい、8万円近くの配当ですね。はい。 えー、しかしですね、今日、ビクトアルピサとかの副賞とかボーンってやられてね、ね、えー、あと、エルムもボーンってやられて、まあ、成績の前やったんですけどね。はい、いろいろやられて、あ、これちょっとね、流れ悪いなと思って、控えめにしようと思ってね。なんと各2000円ずつじゃなくて、ちびりすぎてなんと、各400円ずつこれ、大ちびりだ、これ。何してなんと後の祭りクソやっしシーだと、これ。400円なんと、帰ってきた1万5000円 クソやし。これはやった。うわーと思って、ま、マジか、鈴鹿ピープ来たーしかも一着やしたと思って、いや、それやったらマルチでもこうときよと思って、あっちゃっおうしと思って、わーもういいですかありがとうございました。こんないた俺。ここらいん2000円だけこう書いったん、俺は。俺は2000円だけこんな書い,いたんだけちゃうぞ俺は。あ、もういいですかありがとうございました。全然間に合わせ、これ。はい。今日のく取り直していきましょうか。レッツゴー はい。えー、妄想終支全然ダメですね。えっ、ー、と、新潟の8レースすっか。取れただけってダメです。副所生活もまた0円からです。やばいですね。ちょっとやばなってきたよ。懐けばやばなってきたよ。なんと、ノン重症レースだけ100%超えてるんです。すいません。もう、十0試合てノン重症だけしましょうかっていうぐらいなんですけど、すいません。また頑張りでよろしくお願いします。はい。えー、それでは、出走表の方行きましょうか。 はい。それでは出走表行きましょう。の前に、えー、都合悪くても放送しますよ、ちゅうことで、今日は結局、えっ、ー、と、何レースやったかなはい。ビクトア・ビサでしたっけやられたな。もう疲れた。何倍 ?13。レッドシレビーですね。はい。スタート悪くなかったしね、えー、全然、えー、最初は運び、運びとていうか順調やったんですけど、えーとね、 思ったより落とされたんですよね、スピードね。で、結局、ブリリアントリリーとミネットぐらいですよね。で、もう一頭前で決まりましたよね。あ、グルー、クイーングラスかな。結局前サンで決まったんですけどね。4番手。で、スタート良かったんですけどね。三浦康生さん最初押したんですけど、こうやって押さえたんですよね。うちから各場殺到してね。まあ、まあ、4番手やったらいけるかと思ったんですけど。 え全然前半流れず1000メートルがなんと1分3秒台と。まあ1、4番手ぐらい踊るんですけど、まだ仕掛けに行かないと。おーっともう大丈夫かなーと思って。ただこの時点でですね、もうミネットが2番手でね、足、足いつも切れるディミネットがここにおるんで、あ、多分わかんねえよなーと思ってね。一応頑張れ頑張れ予定なんですけど、ダメうちさんとけ 着、内さんと,と、てか、マイタさんとですよね。あっちゃー、そのまま、7番、5番、16番、決着うーん、と思って、これは無理やわ。そら、無理やわ。もうちょっと途中出していったらよかったな。せっかくスタートよかったのになーと思ったぐらい後悔でさ。せめてあの16番、トサキ、KT、あ、内パックさんかぐらいのね、もうちょい前目つけてもよかったんちゃうかなと思ったんですけども、もう取られバばです。4着です。ありがとうございました。おーいと思って。はい。で、この時に、えー、ね、えー、ヒンバ、えー、ディープ、ミネット、 ましたと、はい、新馬戦、えー、誰来ましたか中ちとはい五、えー、5番ノーブルスコア来ましたね一番人気でしたけどこちらディープヒンバとで終わってみれば最終的に関谷記念もはい、えー、ボボのディープでねリライブレースベルキャニオンしましたけど結局プリモシーン1ワ,ントゥワンエンシンティングなんとディープヒンバさんとえっと あれ、ちょっと待ってね、と思って。ディープヒンバー3頭あれやと思って、この3とだけちゃうと思って、ガイド版見たら、なんとこの3頭のみ、超イージー。ありがとうございました。これはやってもうたなと思って。うーん、途中からね、嫌な傾向を見ただけに、ほんまにディープのヒンバーがやばかった。これはやばいと思って。今日ディープのヒンバー何と起きましたか、新潟って言ったら、1、2、3、4、5、6と起きたんかな、今日。 もね。おーわーと思ってもういいですかありがとうございました。来週ちょっとまた考えます。ビクトアルピッサーじゃなかった気がします。もうビクトアルピッサーの時代終わりましたか来週からディープヒンパでいいですかありがとうございました。非常に良いの書いていです。はい。今日取り直して、来週新潟10周年で、えっ、ー、と、小倉のさ、北九州記念からですね。行きましょう。はい。登録場18とフルゲート18となんでゲート終わりいたします。N。 はい。で、おそらく一番人気は、えー、竹豊さん、えー、再び起乗します。ダイヤネ・ヘロが多分去年の発射ってことで、ここが多分一番人気になるでしょうかな。うん、結構、えー、面白いと思います。ハンデらしいハンデ戦ですし、ほんまに、ね、ローカルの戦になんかほんまに誰来るかわからんぐらいなんで。あとは、まあダイヤンプリンスが、えー、戦直からいかに戦によくなってコーナリング、えー、いけるかっちゅんと、 あと、えっ、ー、と、前走、えー、その、に迫った2着。えー、森田さんのワンツー行きましたけど、ラブカンプ、ここら辺も人気出るかな。あとは3歳場でいうと、アンバルとか。えー、あと人気出そうなんが、まあ、浅草元気もある程度人気出るかな。あと、ゴールドクイーンですね、注目ね。3歳牝馬で一番強さのゴールドクイーン。はい。ゴールドクイーンね、えー、多分強いでしょうね。えー、青いステークスありがとうございました。3連単やったんですけど、3連単でも怖く買えんかったんちゃうかと。はい。で、 えー、あとですね、えー、バデバデキャップ結局2着ですね。はい。この時もね、重賞買ったんですけど、ハンデ制51キロ。三歳品馬、持ってるのはあるんですけど、それにしてもハンデ51と。恵まれたのはこいつもバドモアゼルと一緒の金量かわいいと思ったんですけど、はい。恵まれました。うん。で、まあ2着。それでも2着と。まあまあハンデね、その51キロあったから、そこまでいいハンデなんかちょっと、ちょっとね、金量がね、馬の感覚ちょっとわからないんですけど、そんなに、まあかっか有利は有利でしょうけど。 そんな影響でね、2着とかそんな急に重なったから、ね、54キロだったから5着になるんかっていうと、そうでもないと思うんですけど、まあよく頑張りましたと。うん。で、ここ、えー、多分ゴールドクイーンと、えー、多分ダイアナヘロぐらいがワンツー人気になるかな多分、多分、多分主役はそこら辺でしょう。で、ここ、えー、一応探偵本命を打ちますけど、そのゴールドクイーン差し置いて、えー、こちら注目しましょう。 はい。浅草元気ですね。こちらでちょっと一応本目を出してもらいま、とー、はい、きま、とー、たら安城が豊かさん、乗り換わりってことで、ここ、松沢架君って聞いてます。はい。で、松沢く君やったら人気落ちるんでいいかなと思ったのと、まあ、松沢く君失礼ですけど。はい。もともとね、このまえー、去年、えー、私確か馬券ありがとうございましたね。えー、ここに先生、確か本名浅草元気はどっちらかとた去年。去年を思い出してください。ですね。はい。浅草元気と。はい。 えー、もう小倉もともと戦にの校舎ですしうんもう全然夏もまたこの舞台帰ってきたら復活するのはありえますでもともとこの場はね、えー、天がよくてねだいいえー、ほんまに好意でつける競馬だったんですけどはい最近ね特にここにそう青いステークス、えー、出遅れて後方から、えー、CBC 賞大外やったんで、うん、大外でスタートそんなよくなかったんで結局後方からはいでもしっかり上がりは使えてますとうん で、ここ豊さんからね、松田君に代えてはね、プラスかっていうと、豊さんね、結構出遅れた後ね、無理やり叩きに行かんと、えー、折り合い重視っていうんかな。結構馬はね、折り合いを重視したりする方なんで、あんまり無理やり行かせないですよね。ね、あんまりね、ユさんがね、出遅れたままシュコシュコしてるとこあんま見たことないですよね。ってことでね、この馬ね、最近スタート悪いんですけど、これがまた、えー、この小倉、えー、去年得意だった夏場の小倉、ここに帰ってくることで、 えー、状態面もしアップするならですね、えー、後発、後スタートさえ切れば、ね、ここはもう松坂君基本先行やらすのもやっぱここらでうまいんで、うん。松坂軍乗り換わってもプラスかなと思ってます。えー、で、金量恵まれますよね。多分ハンデつけても多分そんな重くなれないです。うん。ここで、えー、松坂軍、えー、先行。 ね、えー、その先行型なんだやったら、ほとんど豊さん多分、えー、そんなね、乗り、乗り合い、乗り味っていうか変わらんと思うんで、正直ちょっと口悪いですけど、うん。刺しとかね、追い込みやったらね、やっぱりその奇襲の腕食べされるんですけど、正直逃げとかね、先行、そこまで、そこまで,こまで多分そんな腕いらんと思うんで、まあ、めちゃくちゃ悪口言ってますけど、うん。それやったら人気落ちで松泣かなと思ってます。はい、おとなしさんのところなんで松泣ですね。以上です。ありがとうございました。 ダイアナヘローの豊かさん、2層目で前走この9着からの豊さんで帰えるかっていうと、一番人気でうんかなと思ってますけどね。まあまた抑えるでしょうけど。うん、はい。まず本命浅草元気。まだ全然衰えてない。素足2回、えー、出してますと。一応前走見ておきましょう。はい。前走、えー、もうそっとだったですね。18番。もう絶望的。先攻までとって絶望的なスタートからだったんですけど。うん。 スタートね、ちょっとやっぱまだ若干出遅れぐつがあるんですよね。昔もっとね、スタート良かったはずなんですけどね。うん。で、もう豊高さん折り合い重視なんで、そのままのペースに行かせますと。はい。で、4コーナー回ってもほんまに動かんと、そのまま大外行き。素直に大外行き。ほぼ最高峰から吹けばですわ。うん。で、やっぱり元々ね、えー、前ってのはモノマなんで、基本先行馬がね、こんなね、スタート良くなかったらもうお釣り残ってないわけですよね。そういう、綺麗らしくないんで。 ただ、浅草県警の場合はね、えー、しっかり足溜まって足出せるとこを最近証明してるんで、うん。やっぱりまあ能力を取れてないなと思って、最後ほんま遅い時やったんですけど、画面消えた後にもう一回最後、こんにちはーって来るんでこれ、見ましたこれ。見ましたこれ。えー、ここで画面切れるんですけども、前で決まったと思ったらね、ここで、ね、外とか、あ、こんにちはーって最後出てきたんで。あ、もう一回ありがとうございました。はい。結構ね、えー、いいレースだと思いますわ。うん。えー、スタート悪かった。 スタート悪いなりには A スタート、えー、A スタートはえー、A ゴール。えー、上がり32秒99で、なかなかの時だと思います。いいと思いますよ。頑張ってください。はい。で、戻りすぎました。えー、もう一度特注持っておきましょう。特注ボーはこのままでいきましょうか。来るかな無理な気がするけど。はい。小こ倉こ初めてでしょうか。セカンドテーブルですね。このままどこで買えますかちょっと私毎回やってます。 はい。京都のせいにで買いましょうと私毎回言ってます。いや、京都。そんな成績よろしないですけど、1227。そんなによろしないですけど、トータル。僕、うん、ここら一生してるは知らんかった。初めてですか。あれここらは走ったことあるんや。知りませんでした。ありがとうございました。はい。えー、このまま、やっぱり基本京都。ちょっと成績はなってますけど、京都で基本可能ベタ。ね、軽いバーバー、えー、ね、高速バーバーで平坦なコース。京都。これとニアリンのとこは、中とも、こっくらです。以上です。ありがとうございました。平坦。 はい。小倉以上です。千0は平坦ですわ。えー、8とかになってくるとね、1コーナーから2コーナーぐらいにちょっと上り坂がなかった気がしますけど、えー、小倉温泉に基本もちょっと下り入って、あともうコンマ平坦もう京都と一緒。で、最近はですね、CBC 賞で2着取れてるように、えー、急坂湖タレンみたいな感じですね。で、ハエボに対応できるってことで、CBC 賞で2、3着、えー、取ってます。えー、去年2着。今年もね、去年2着取ったにも変わらず、八万に来て3着と。うん。 やっぱりこの、えー、中級の、今の早い時計の、中級は合,合うんやなと思ったんと。うん、で、えー、もしかしたらね、えー、中級がね、えー、正直得意な舞台じゃないと思うんですね。うん。正直得意じゃないと思うんですけど、そこでね、この成績出せるってことは、早い時計に対応できるプラス多分ね、夏場もしかしたら、このまま合うんちゃうかな、っちゅうね。この2層なんで。すいません。過去の成績で夏場活躍した時ありましたっけこのまま,あんま見たことないんやけど。あー、さっ、 ところで3着ぐらいか。悪くないけどな。あんま夏場走ったことないよね、もともとね。そうやね。だいたい冬の京都とかのイメージがあったんで。うん。これ考えると、トータルしたらね、夏場、このキーランドカップさえ覗けば、だいたい夏場成績いいですね。数少ないとえ。うん、これだ、状態いいでしょう。ね、CBC 賞のとこ,こ出てくるってことは多分、状態いいんだと思いますわ。頑張ってください。全走 CBC 賞3着。自分でしょ、1分並べ3。 いいでしょう。うここも CBC 賞の3、4着組ですかセカンドテーブル、浅草電器。いいんちゃいますここで。はい。ね。で、アレスバラード、ナガルフラーとかね、浅草電器でそうですけど、後ろからの競馬で決まったにもかかわらず、この子だけですが、前でバッター。うん。先行場で出速者の投手ピスト以下なんで、それ考えると6着まで差し馬と。セカンドテーブル、よくできました。よくできました。うん、これはよくできました、うん。これはよくできました。ありがとうございました。もう一回頑張ってください。どうせ人気でないでしょう。うどうせ人気でないでしょう。うありがとうございました。 そして、なんと、旧車が、これすごいです。ザキヤマさん。なんと、ザキヤマさんが出てきました、これ。もう、くるーって感じだね、これ。はぁま、そんな感じや。やばい。山崎さんちゃうかなザキヤマさんやからこれ。くるーって感じやこれ。はぁま、そんな感じや。やばい。ザキヤマさんや、ね。 今日はミトナミゴ、水刀目囲一着、水刀目囲水三刀目で一着らしいです。ありがとうございました。千人で一着ってことは、今週も小倉の線で一着ですけうん、そういうことなやな。そういうことなんやろな、これ。崎山これ。ありがとうございました。これはいけるわ。オッケーです。ありがとうございました。次、札幌記念行きましょうか。はい。えー、16頭です。こちら、グルゲーゲットはれも確かありません。はい。で、札幌は今週から C コースに変わりますと。うん。 で、今日ね、えー、土日雨降って、ちょっとね、やっぱね、タフな場合っていうのかな。えー、変に捨て子絡んだりとか、ちょっとね、やっぱ重苦しい、ちょっと重苦しいんかなっていう場合続いてたんですけど、えー、今週ちょっと台風の影響がありますけど、一応ね、札幌天気見ると、明日からかな、なんか、台風の影響だったら雨が続くみたいです。で、大暴れって考えようと思ったんですけど、大暴れなら、その、事故調査、木曜日あたりにちょっと予想します。はい、それでったス合捨て子とか、そこら辺になっていくんですけど、 今考えてるは何も考えんと、リオバボ前提。で、えー、今日、かか、時計ちょっと変わりましたけど、多分来週になったら、もし晴れのままなら、えー、ね、おじいちゃんおばあちゃんが手入れしまして、えー、いつも通りのちょっと早い時計決着の札幌記念を予想して、今年もやっぱレ,ポレコード連発なんで、うん、それをそうした上での予想。うん、ちょっとよ言ってることはかんないけど、はい。で、一応、人気は多分ね、誰やろう、えー えっとね、多分一番人気難しいなと思ってるんですけど、誰が出ます一番人気。うーん、一番人気は誰かなえー、っとね、これ難しいね。バラバラかな割れそうやね。えー、多分サングレーザー人気出るでしょうね。エマイルじゃないんですけど、まあもう過去の実績から見るとサングレーザー人気出ます。 あと、あとですね、えー、サングレーザーと、あと人気でそうなのが。うん、あとあれかな、マカヒキ。あと、マルターザポジ、前奏なる沖の4着。あと、ミッキースワローとか人気でそうです。4、5万人気なのかなかな。はい、AJCC ダンビュライタイト相手にコンマスさんですよね。で、不思議なことに、AJCC ね、ダンビュライトね、 えー、2番人気で1着やって、ミッキー・スワローも負けたんですけど、えー、この着順やったにもかかわらず、大阪杯の人気は中とね、ダンピライトが思ったより人気ない、ね。6番、えー、8番人気かの6着ですよね。ミッキー・スワロー5番人気もあったんで。それ考えてもミッキー・スワローって元々やっぱ能力あったんかな。西の大阪来てもそんだけ人気は強いもんやなって思うなんで、これ北海道行ったとこれ多分人気は出ますわね。G15 着っていう実績あるんで、ここでかいと思います。うん。 あと変に期待したいのがマイスタイルですが、これやばいですね、最近ね。もうマイスタイルって感じです、これえ。えそんな感じや。すごいね、これ。え、ヨシ関係なくワンワン走る馬なんで、はい。ただ、マイスタイルのライバル、なんと2ゲーマー同型、マルターザポジーがいます。これがどうなるんでしょうかはい。たぶアポジーがポジーするんで、アポジーを生かしてのマイスタイルと思います。多分マルターザポジ花を回して、マイスタイル2番って、多分それは対切決まってくると思うんで。はい。 で、どう思いますかと、皆さん、このまま糸を逃げて潰し合いになるんかそれとも前、この二人飛ばしすぎてこのままが残るんかそれは皆さんの妄想次第です。私は、今考えてます。マイスタイル色かなどっちかというとマイスタイルが怖い気がしますけど。はい。あと、ネオレアリズム頑丈、モレちゃんって聞いてます。モレちゃん、海外からお帰りなさいませ。ご主人様。 えまあ、そんな感じあと、ステイフェリューっことかと面白いなーと思ってるんですけどね。こういうまさえ上がり馬ですかちょっと書いたいんですけど。さすがに G2 札幌記念厳しいか。箱立て記念なら買おうかなと思ったんですけど。すみません。もう札幌先走りました、ね。ありがとうございました。はい。あとは、ゴーフォーダサミットとかですよねーうーんダービー7着ですけど、アオバ記念。アオ賞ショアオショアオバ記念アオ賞ショ1着か。エタリオに勝ちましたけど、これも怖いね。で、結局エタリオ、ダービー3着やったっけ 4ちゃか怖いね。付録じゃなかったんでしょうね。うん、と思って。これも怖いね、と思って。はい。で、そんな中ですね、ここは、え特、ー、チューバー関係、関係あるんかな特チューバ特チューバ特チューバー関係なです。あと、本命関係なくですね、一応、この2頭を、まあ、主、主軸とあれですけど、一応、この2頭から、パラで買うか分かりません。この2頭を対抗ぐらいにしときましょう、頭とも。ちょっと本命決めづらいんで、はい。 もうちょいじ、考えるこありません。とりあえず、こうい注目しましょう。はい。サクランプルルと鈴鹿デビアスに注目します。はい。理由はもうちょいじ一言です。函館記念組、上がり使かった組。違います。理由、ここです。もう共通点、金仮名三区です。はい、以上です。ありがとうございました。はい。 もうここだけです。はい。札幌記念と言いますと、去年、サクランプルール、一着金亀山勝す三着金亀。ちなみになりたハリケーンって何でしたっけはい、金亀です。去年、金亀のワン、ツー、スリー、ありがとうございました。しかも、内枠やろ。札幌記念の内訳やろ。シーコースがあるやろ。 もうこのサンタやったよね。去年、アホみたいに本目したサンズバースか何を考えた俺、俺は何を考えた去年ののに聞たよ、これ。超一。去年、なん,てキカメんと、金亀ン刀決着。もちろんサクランプルール、サ桜んぷるル鈴鹿でビアスも内訳で壁作ったの話ですよ。はい、内訳引いてください。はい、えー、去年、おととしはいませんでしたね、金亀。メもう活躍5着限界ですかね。3年前は、ディサイファー勝ちましたけど、2着引っ トーザーターゲット、金亀山勝奴、総しくも4着、金亀はい。はい。こちら、金亀です。いや、もう金亀決着ですよ。過去3年でなんかめちゃくちゃ絡んでますんで、頑張ってください。その前は金亀があまりなかったかな。またもらなかった気がする。はい。一1、2 3、3、過去3年で、えー、いった。過去3年で4と来てます。しかも、山勝奴とか山勝奴とか2回、掲示ボムでから出るで、も金亀です。はい。 以上です。理由これ以上ないです。金亀です。ってことで今年の回答はクランプロルと鈴鹿デビアスです。はい。二丁とも来るかは知りませんけども、金亀買っときましょう。打ち役なら金亀でしょう。はい。えー、今年ね、日経賞3着の後、函館的年、ね、休み明けしっかり2着取ってきました。怖かったです。はい。この後の札幌記念、本気です。はい。連覇狙ってきました。ありがとうございました。そして鈴鹿デビアスはどうですかちゅった。うん。 えー、このまま札幌で走れるか分かりませんけ、たんま。うん。えっとですね、まあ新潟大商店、えー、買勝った後ですね。で、最近まあ、まず、成績安定してんのと。うん。2000、やっぱ2000ぐらいが合うんでしょうね。2000ぐらいで全然成績安定してんのと。前走ですね。はい。えー、前走うちはせっかく引いたんですけどですね。はい。えー、もう、三浦浩生さん、えー、スタート、後ろだったのよりしましょう。仮に後ろだったのよするんですけど。はい。 えー、結局バケンからだ、サクランプルール、そしてエアアンセムみたいにね、この打ち目つけてないというね。罰金です。まあ、えー、打ち目つけてないというか、その最初は打ち目つけてるんですけど、出し方ですよね。サクランプルールバグン中、エアアンセムもバグン中、中っちゅうか、まあ、前目つけてかな。えー、頑張ったんですけど、エアアンセムもそうですね、ば、一応バグン中かな。 はい。中ついて6番、3番はこのね、えー、バグ塗ってくるんですけど、5番は鈴鹿デビアスさんとこ行ったんですかって言うと、折り合い重視しすぎて最高方ぐらいいますよ、と。はい。おいで。はい。ここからデビアスさん赤棒どこ持っていくのって聞いたら外持っていきます、っていうんで、はい。おー、外行きはい。一頭間違えました。一は走る道間違えました。もうほんまに遅い時、これ。最高方からは、ここから遅いのね。 間に合いませんそら。間に合えへんわ。桜アンプルートで、ね。もうね、そんな参ってんのにね、ん静もね。抜け出してんのにね。大外一気の5番、鈴鹿デビアス、ワクチワクダイナーの5着。だからしっかりね、馬は伸びとるんで、これはこの後内枠さえ引いたら、内から抜け出しは全然だと思ってますんで、頑張ってください。正直ここもスキンカしか見てません。あと、見てない俺。見てない。サングレーザー知らん。距離長いんちゃうと思ってます。マイスタイルいや。 来てほしいけど、アポジトと友れしてくれたかありがたい。ミッキー・スワローわからん、来るか。わからん。いきなり札幌来ないのわからん、そうなった。そうなった、わからん。G2 とリンコント、いきなりちょっと舐めてんじゃん。ミッキー・スワロー、住所取った取ってないんやろちょっと、あ、すいません。トライ取れってました。ありがとうございました。あ、そっか。<laughs> すいません。G2 取ってました。ありがとうございました。以上です。ありがとうございました。 もう無理です、それ。それだったら俺は挽回でき挽回するチャンスはね、それは。はい。まあ、この人ですよね。ですね。七歳金亀ですって、同い年ですって、これは運命の分かれ道でしょう。ん別れたか別かれ,れたか別れたらあかん。別れたらあかん。運命の共同体。運命共同体でしょ、こうか。7歳金亀の、えー、運命共同体。金、は、亀、い、に、ね、よく言いますね。金亀にサンデーサイデンス。サンデー系ですね。8、サンデーサイデンス。これはいいですよね。うん。 ま、ディープかける母、父、金亀っていう最強のあれもあるんで、やっぱ金亀にはディーサンデで消すけどね、だなっちゅうことで頑張ってください。はい。ね、ここまで一緒。7歳馬の母、父、金、え、母、父ちゃう。え父は金亀、母、父、サンデで才です。っていうね。はい。運命の分かれ道なんで。いや、だから分かれたかんだ、ね、かれたかん、ね、じゃ運命の共同体。運命共同体なんで。頑張ってください。どちらも、まあ、函館的にの全盛過程面白そうなんで、ここから頑張ってください。はい。 ということで、事前調査は以上で終わりましょう。ご清聴ありがとうございました。